8月31日、加茂地域一市五町の47会場で、平成26年度静岡県加茂地域総合防災訓練を行いました。訓練は、大規模地震により伊豆半島南部が孤立したことを想定して行われ、住民や自衛隊、海上保安庁、在日米軍など約2万人が参加しました。下田市の外浦海岸などでは、海上自衛隊のホーバークラフト型揚陸艇 L-CAC を使用した重機の揚陸や、観光客の海上避難訓練を行いました。また、下田市木佐美地区の沖合では、在日米軍の輸送機による支援物資の海上投下と、漁船による回収訓練を行い、米軍との連携を確認しました。避難所開設運営訓練が行われた下田市の伊能沢中学校では、川勝知事が段ボールを利用して開設された避難所の様子を視察しました。その他、負傷者の治療や搬送の優先順位を決めるトリアージや、地震により倒壊した家屋を想定した人命救助など、47の各会場では、あらゆる被害状況を想定した実践的な訓練が行われました。訓練終了後、川勝知事は、この訓練をいつ来るかわからないという、そのいざという時を念頭において、想像力をたくましくして、いざという時に役立てるということが大切です。このように訓練の重要性を述べました。第4次地震被害想定を踏まえ、最悪の事態を想定して行われた今回の訓練には、過去最大規模の航空機24機、船舶12隻が参加、陸海空が連携して孤立地域を支援する訓練として大きな成果を上げました。